おはようございます、総太郎です。オーストラリア横断1万キロの旅17日目に突入しました。本日の予定はですね、数十分ここから車を西に走らせると、西オーストラリアとあとノーザンテリトリーの、ね、境目に入ります。でそこを通過して、数十分またさらに車を走らせてカナナラという町に着いたら、そこでガソリンを補給してそこからさらに500キロほど車を走らせて今日のキャンプ場に向かうという形になっています。とうとうですね、目標としていた西オーストラリアに、今日やっと、突入します。もうここまで17日かかったので結構予想よりも長く時間かかったんですけど、まあ、今旅の7割ぐらい終わったかなというところで、あと残り 3,4 割日数にして、まあ、10日前後ぐらいかなと思ってるんですけど、まあ、残りの日数、楽しんでいきたいなと思います。ではですね、もう少ししたら、準備してで西オーストラリアに向けて車を走らせたいと思います。ウェスタンオーストラリアとノーザンテリトリーの、ボーダーの検問所にいるんですけど、結構検問厳しくてフレッシュフルーツとフレッシュベジタブル全部渡せって言われました。なんでちょっと前に買った玉ねぎとか、まあ、人参とかニンニクとかポテトとあとゲインダーから持ってきたフルーツオレンジが100個ぐらいまであるんですけど、それ全部渡さないといけなくなりました。なんで今からちょっとまとめて渡そうと思います。じゃあ皆さんもウェスタンオーストラリア入るときは事前にちょっとこういうこと調べて、まあ、フルーツ系とか野菜系持っていかないようにしましょう。じゃあちょっととにかく、はい、ということで、ウェスタンオーストラリア入ってきました。全ての野菜と100個ぐらいのオレンジ野菜とかなくなっちゃったんで、最初の町のカナナラっていうところで、野菜を買いに行きたいと思います。はい、というわけでブルームについて、コールスで必要な野菜とか買ってきました。でブルームちょっと通った感じ結構いい街ですね。この今公園にいてるんですけど、公園のすぐそばに湖もあって結構ゆったりした街です。でコールスもあって、あとターゲットっていう、まあ、雑貨屋みたいな雑貨屋というか、まあ、何でも屋みたいなやつがあるんで、まあそこそこ大きい街じゃないかなと思います。で西オーストラリアに先入ったんですけど、ノーザンテリトリーから西オーストラリアに入った場合は時計が1時間半戻ります。で今ですね、9時13分なんで、ノーザンテリトリー100キロぐらいしか走ってないのに、10時40分くらいやったのがいきなり9時10分ぐらいになりました。なんで、今日は僕たちにとっては今日は1日25時間半あるということになります。ちょっと長い1日です。でこれからはですね、あと500キロちょっとぐらい走らせたところのキャンプ場に向かいたいと思いますが、その前にちょっとこの公園でゆっくりして、であと、まあ、10分20分ぐらいしたら出発したいと思います。今ですね、キャンプ場着きました。今4時半前ぐらいなんですけど、すでに結構火が落ちてきてて、あと1時間もしないうちに火落ちるかなって感じなんで、今から、まあ、早めに準備して、夜ご飯作っていきたいと思います。今日は
結構場所的にも良さそうなんで、久々に焚き火したいなと思います。じゃあ今から、準備していきます。はい、ということで久々に焚き火を前にして夕飯を食べれます。ということでいただきます。いただきます。小田君食べやった後、星なんとかって言ってもらっていいですか？マックス星何個？3つ？星100。どんなんや。じゃあ星5で。星2つやな、これは。いや、2つだそうです。星、皆さんチャレンジした人はしてください。俺は別に食えます。ただ星は2です。まあ美味しいっちゃ美味しいけど、サーディンはすごい魚臭い。比べちゃうとダメですね。砂の方が美味しい。いや、麺の硬さとか最強ですね。Thank you.